3、2、FM ギノワンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でござります。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問・質問・お悩み相談、何でも受け付けます。ケンタさんの広く浅い知識と、夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を、夏実さん。はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、では本日も始まりました。はい、ツイキャスもやってます。はい、第37回の放送となっております。はい、あ、収録か、収録です。37回の収録となっておりまして、まあ実際これ聞いてる方は放送を聞いてる、あるいは、今ツイキャスしてますので、収録中なんですけど、ツイキャスでも見てるかな。はい、本日が6月5日、はい、月曜日、月曜日、はい、週の始まりだね。そうですね、放送日が6月12日の月曜日となっております。はい、はい、今日もね、うん、沖縄は暑かったね。暑い、もう今日すごかった。なんかもう暑い、うん、先日台風が来ましたけど、皆さん大丈夫だったでしょうか。ああ、そうだね、台風来たね、うん、うちコンクリートだから大丈夫だったのかな。いや、まあ基本的に沖縄はコンクリートだけど、台風の前にね、梅雨空が、沖縄梅雨入りもされて梅雨空が広がって、うん、でなんか曇ってはいるけど雨降らないなみたいなのがあったんだけど、台風でね、うん、一気にザーッと雨降って、うん、で台風がそのなんていうの、梅雨空も消し飛ばしたかのような回線で、ね、そうね、そうね、持ってっちゃった感じで、ね、まだ梅雨入り継続中よね。多分そうだと思うけど、梅雨明けはまだ発表されてないはずだけどね、うん、多分そうだと思うけど、ただやっぱり湿度がもう高くて高くて高い、高い、うん、本当私のコレステロールかっていうぐらい高いコレステロール値、うん、うん、だからもう暑くて暑くて、今日もね、一日ちょっとまあ、クーラーのない部屋でね、うん、一日過ごしてたんですけれども、うん、出先でね、うん、そこでズーム会議をやったりなんやかんやして、今この場に臨んでおりますが、です、はい、ズーム会議よく頑張りましたね、夏実さん。頑張りました。暑い中ね、ちょっとヘロヘロになってたけど、もう、うん、うん、途中から意識ないよあ、でもなんかヘロヘロな、ね、夏実さんはどう思いますかみたいな聞かれて、ちゃんと答えられたんで、うん、よかったんじゃないですか。本当よかったよかった、はい。では、本日も30分短い時間ですが、よろしく、最後までよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーは私たち、はい、メンヘラ2人がテーマに沿って、うん、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、ただいまツイキャスもやっております。メッセージもどしどしお待ちしてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、早速なんか来てます。ツイキャス、サッチーさん、こんばんみ、はい、仕事中なので挨拶だけ来ました。あ、ありがとうございます。ありがとう、仕事中にありがとう、ありがとう、はい、うん、よかった、よかった、お疲れ様ですね、うん、うんうんうん。で、まあ俺たちもうなんていうのかな、僕メンヘラじゃない、メンヘラなんですけど、メンヘラだよね、かっちりのハピアンのね、まあお仕事が終わりまして、まあ、今言うたら無職なんですけれども、その割にはなんか結構なんていうのかな、次の段階に向けての準備ですごく忙しく
忙しいね、はい、お互いにね、はい、これなんか忙しいアピールみたいな、あーちょっと嫌なやつかこれなまあでもでも本当に忙しい、ありがたいことにあのパチンコのことを忘れさせてくれるぐらい忙しくさせてもらって、うんうん、いますけれども、サッチーさんもね、うん、もう今の時間仕事ってことは今日はなんか夜勤というかおそばなのかな、もしかしたらね、そうなのかな、うんうん、本当お疲れ様です、ありがとうね、挨拶だけでもね来ていただいてありがとうございます、ありがとうございます、はい、ではプレイグさんからも来ました、こんばんはって、あプレイグさんもこんばんは、プレイグさんこんばんは、はい、では早速ですがテーマの方に移っていきたいと思います、はい、はい、本日のトークテーマですが、うん、はい、密かに頑張っていること、そしてこの際だから誰かに褒めてほしいこと、はい、はい、というわけで、メンヘラってね、うん、基本的に自己肯定感が低い天行が邪魔したな、自己肯定感が低いね低いですね、うん、そうだね、はい、でそれがまあ自己肯定感が低いとちょっと不安が強くなって、うん、自己嫌悪に陥ったり劣等感に苦しんだりね、自分に自信がないとかね、そうそうそう、ね、誰かと比べたりとか ね、 そ、 うね、それで精神的に不安定にちょっとなりがちかなと、うんうん、なので今週はね勝手に自己肯定感を高め合おうウィーク、そう自己肯定感高め合うウィークみたいなと題して、うん、はい、現在、あなたが密かに頑張っていること、頑張っていること、はい、あるいは誰にも褒められたことはないけど褒めてほしい、褒めてほしい、褒めて褒めてと思っていることをぜひ聞かせてくださいと、うん、はい、聞きたいです、そう、誰も褒めてくれないのなら MC の我々がこれでもかというぐらい褒めて差し上げますよと、うん、はい、褒め散らかしていこうぜっていう、はい、その代わり私たちのことも褒めてくださいよと、うん、褒めて褒めて、はい、そういうわけで、はい、まあ例えばね、毎日お家の掃除頑張ってますとか、うん、ダイエット継続中ですと、うん、こういった普段頑張っていることとかね、うん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 、で私キキコーヒーできますとか、何キキコーヒーって何、キキコーヒーのブランド当てれますよと、あーあキキコーヒー、そうそうそう、キキ酒みたいなやつか、そうそうそう、ができますよとか、うん、何々が得意ですとか、うん、こういった特技だったり、うん、もしくは今日ゴミ出しができたよとかさ、うんうんうん、早起きできましたよとか、うん、まあこういったちょっとしたことでも構いません、うん、褒めてほしい、たまには誰かに褒めてもらいたいんや、うん、ということを発表してほしいなと、うんうん、はい、でメッセージ、いいですね、はい、一つ、あメッセージの前にちょっといいですか、あどうぞどうぞ、あツイキャスでね、あの、はい、プレイグさん、はい、夏美さん今日も可愛いねって言われたのと、 あらありがとうございますで健太さん今日もいい声ですね、あ本当自己肯定感高まる高まる、褒めてくれてる嬉しいね、高め合おうウィークさすがだね、キュンプレイグさんナイス、はい、ではいい声でお願いします、それではお待ち、お待たせいたしました、はい、メンヘラネーム佐藤さんからいただいております、佐藤さんありがとうございます、はい、密かに頑張っていること、誰かに褒めてほしいことは、うん、ほぼ毎日、うん、腕立て伏せを30回、うん、これを3ヶ月継続できていることです、すごいね30回こんなに継続できたんだ自分って、自分を褒めたいのと、うん、少しだけ誰かに褒めてほしいですとのことです、うーん30回ってすごいよ、結構すごいすごいすごい、だって腕立て伏せでしょ、うん、俺今できないよ、腕立て伏せ30もできないよ、できない、うん、だって体重がもう90キロ近くあるからね、腕立て伏せってシンプルに自分の体重を持ち上げる、あそうだね、そうだね、床に手をつく、そうだね、あれではあるけど、うん、90は持てんて、なかなか30回も、30回はきついな、うん、できて12回あぐらいかな、なんでそんな中途半端な数字、10回は頑張れると思うわけ、はいはいはい、で1回は頑張れると思うわけ、あと1回だと思って、あそれで12回はあと1回だと思って頑張れると思うわけよ、じゃあ13回もあと1回だって頑張れよどういうことやねんマジで何言ってんのってなるでしょそれ、なるなるそれ何言ってんのってならないでしょ、だから
何言ってんの、いや何言ってんのってなるから、そういう言い方したら何言ってんのってなる。ああそうか。アップレイグさん追加してきてます。はい、私できて5回かなっていうことです。いや5回でもすごいですよ。3ヶ月継続すごいってよ、うん、すごいよね。佐藤さんすごいね。夏美さんは何か褒めてほしいことありますか。夏美さん褒めてほしいこと、うんうん、あのさもうさ、うん、全体的に褒めてほしいことはさもうさ、うん、もう今日も生きていることを褒めてほしいし、あそもそもね、そもそももうほんとメンヘラだから、一日一日を生きて、そう生き抜くの大変なわけ。ちゃんと生きることができましたねと。そうそうそう、うん、もうあの朝起きてガビーンとかの日はさ、ガビーンって古いねいいんじゃない、朝起きてガビーンの日とかさ、うんうん、あのまああるわけよ、はい、あんまり見せないけど、今日は精神的になんか落ちてるなっていう感じ、ね、うん、なんか調子悪いかもしれないみたいな、なんか理由もなく落ち込むみたいなこと、うん、結構ある、夏美さんあるからね、うん、はい、あるわけ、うん、理由が分かんないんだけどさ、うん、そうだからそういうのも今日も今日はそれはなかったけど、うん、まあ起きれたね。あ朝ね、うん、食堂やってんですよ。そうね、子供食堂、ね、子供食堂をやってるわけ、はい、普天間肉公民館に、うん、朝の7時かな、7時に行けば夏美さんが作った、うん、お食事がなんと大人100円、200円か、200円、大人200円で食べられると、うん、子供は無料、子供は無料でね、うん、はい、そうそうそう、うん、それで今日の朝4時起きか、うん、3時起きか当てて、うん、いや俺は知ってるから4時に起きてたよ。プレイクさん当ててというのはまあ置いといて、4時起きだったんですよ、はい、うん、4時起きでさもうさ眠かった、今日1日ずっと。ほんと偉いよね、俺全然もう朝が弱くて弱くて起きれなくてさ、うん、そうだね、健太さんは朝弱いタイプかもしれない、ね、そうそう、子供食堂が始まる前はやりますよ、うん、俺も手伝いますよ、俺も手伝いますよ、行きますよぐらいのあれ、もう鼻息荒くしてたんだけど全然一回も受けてない、全然起きてない、5月から始まってね一回も受けてない、あもう口だけですよ、口だけずっと寝てる。そうなんですよね。うん、あ、うん、プレイグさん、はい、生きていることは褒め合っていこうよ。そうですね。で、子供食堂いいね、私も手伝いたいって。おお。ボランティア、ボランティアも常にね、うん、常に募集してお願いしておりますので、うん、ぜひ紹介してもいいのかな。もう全然全然。月曜日と金曜日の毎週月曜日と金曜日の。毎週月曜日と金曜日の朝6時から調理し始めてます。うんうん、普天間肉公民館でやってます、はい、普天間肉公民館の場所がわからない場合は、まあ、Google マップとかでググったら調べていただければ出てくるかと思いますので、そうそうそう、うん、まあ、よかったらプレイグさんもぜひ来ていただいて、うんうんうん、今日ようやく初のお子様の来店があったと、うん、そうそうそう私青森だから行けないけどねって来れないんかいってこれないんかい、これないんかい、夏に期待したいいよいいよ、うんうん、ありがとね、うんうん、もうその気持ちだけでも、ね、うん、気持ち嬉しい、ありがとう、うん、そうだから4時起きだから、4時起きだからちょっとテンションも高くなってるはず、ちょっとこれが終わったらいい、これ終わったらドーンってくるよドーンってこいつはもう、はい、まあまあ、せっかくだから健太さんの褒めてほしい、健太さん、うん、褒めてほしいとこ聞こうじゃないか。まあね、健太さんね、まあ皆さんメンヘラジオを聞いている方はご存知のように、うん、まあギャンブル依存症、ギャンブル依存症だね、はい、ですね、僕は、うん、なまあそんな僕ですけれども、うん、まあなんと1年半前ぐらいまではね、うん、手元に1000円でもあればね、うんうんうん、パチンコへ行き、うん、そこから生活に悪影響を与えてしまうような、ね、こともね多々あったんですけれども、うんうん、ここ最近はね多くても、うん、月に2回、うん、毎日行ってたやつが月に2回ですよ、毎日ほぼ毎日行ってたやつが、うん、これねまあ、普通の人が聞いたらさ、なんかそもそもギャンブル行くなよ、行くなよみたいなことになるかもしれないけど、ギャンブル依存症の人からしたら結構進歩で、うんうんうん、うんうん、まあこれが毎日行くっていうのはさ、うんうん、なんかあるの、ギャンブル依存症軽度とかなんかそういうのもあるの、うんとね、軽度ってことはないけど、やっぱりさ定義としてはギャンブル依存の定義、うん、依存症、まあギャンブル依存に限らず依存症の定義としては、うん、自分の生活に、うん、なんか
支障をきたすほど、その行為はやめられないとか、うんうんうん、そうなってくると依存症だねっていうふうには診断されるのかなとは思うし、なんていうのかな、もうやりたくてしょうがない、それぐらいそれのことしか考えられないみたいな状況にはなりがちかな。で実際にね、1000円でもあればって言ったけど、何回かもう何百円ってぐらいしか持ってなくて、うん、それでもなんか行っちゃうみたいなの時もあったし、もう頭から離れないって、ね、そうお金ないからはうちに行くみたいなね。そこをちょっと理解されにくいんだけど、うんうんうん、お金が増える可能性があるわけだからね。普通に持ってればお腹空いたって言って、うん、まあ、あるいは喉乾いたとかって言って、その200円をね、自動販売機に入れて倍になって帰ってくるみたいなってまずないさ。ない。でもパチンコはあるのよ。あ、300円が、ね、8000円になったことあるから。ああ、そう。だからね、もうここがね、ちょっとギャンブル脳と言われるゆえんなんですけれど、はい、まあそこはしょうがないです。はい、でもまあこうやってちょっと回復には、回復、まあ継続してね、ギャンブル依存症ではあるんですけれども、なんていうのか、病的っていうほどでもなくなったかなとは、思う。そうそう、回復というかね、これを回復と言っていいのか、まあ微妙なところかもしれないけど、マシにはなったっていう感じかな。まあ、えらい。はい。あと褒めていただきたいことですね。これは言ったら、まあ誰も理解をしてくれないかもしれないけど、いや理解するよと思います。ありがとうございます。嫁なので。はい。それではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい。はい。本日、流す楽曲はジョイさんでアイオライト。どうぞお聴きください。おケントさんも頑張ってるね、えらいえらいってよ、フレイグさん。ありがとう、フレイグさん。なんとかね、夏美さんの生活もかかってくることなんで、なんとかちょっと頑張っております。はい、はい、だからなんていうのかな、ギャンブル依存症の人は結婚すればいいと思うよ。結婚すれば良くなる人もいるかもしれない。ギャンブル依存症の人は結婚すれば良くなる人もいるかもしれない。そう。いろんなね、回復の仕方があると思う。そう、いろんな道があると思う。人によってはね、結婚しても止まらないという人も、それは当然いると思う。いたしさ、仲間の中には。あ、そうなんだ。訓練してての人で、ね、アルコールもそうだけど、結婚してようが、まあ、なんていう、子供のさ、学校の子供がね、今後学んでいくための、貯金に手をつけてしまったとかさ、そっかそっか、そうそう、だからそれはその可能性はね、俺もずっとあるものだと思うから、まあそこは気をつけながらやっていかないといけない、貯金しない方がいいのかな、じゃあどっちがいいの、貯金はしてほしいよ、貯金したいよね、貯金したら安心するよね、そうだからね、まあ言ってくれれば、はい、メンヘラジオ嫁の場合は言ってくれればちょっと、まあ一緒に考えようかみたいな。生かさないんだ。すぐさっと、あ、いいよじゃないんだ。結構でもなっちゃう。でも結構なっちゃう。って言ってね。いや、でも私は安心する材料を増やしてっつって。私は今家で一人になるわけでしょっつって、メンヘラだから一人弱い。マジ一人弱い。はいはい、フレイグさん、夏美さんが隠れ貯金するしかない。あ、そうね、そうね。そう、隠れ貯金ね、していいのかな。でもさ、なんかさ、このさ、ギャンブル依存、結婚してからギャンブル依存とかと向き合うときに、はい、二人で決めたことじゃないけど、それが、ね、小銭担当とお札担当で分かれて管理して、毎日、数字が弱いんですよ。数字が苦手なんだよね。そうだから毎日家計簿をつけて2人で財布の中を見せ合って、今日はこれだけ使ったとかやるっていうのをやってるんだけどね。だから確認貯金ね、したいけど、ある意味ではブレーキの一つにもなってますかね。なのでまあ工夫しながらね、やっていって、まあそのうち夏美さん単体で多分稼ぐ時が来るはずだから、
その分のお金は隠れ貯金、隠れ貯金といいますか、隠れないでも普通に貯金していってことがねもちろん出てくると思うよ。なるほど、うんうんうん、そんな感じで、うん、まあ貯金したいな、はい、やっていきましょう。はい、うん、では、はい、はい、お聞きいただいてますのはジョイでアイオライト、うん、はい、こちらテレビアニメエウレカセブン AO の後期エンディングテーマ曲となっておりまして、うん、このジョイアーティストさんのメジャーデビューシングルが、うん、後期のエンディングテーマ曲に選ばれたっていう形になっております。で、アイオライト、はい、うん、メジャーデビューに対する思いも含まれた自己実現をテーマとした楽曲で、うんうん、タイトルのアイオライトは同名の宝石から取られたもの、うん、遥か昔に羅針盤の代わりに使われたことと、うん、エウレカセブン AO で物語が展開する舞台として、うん、海が頻繁に登場することから付けられたと。今マイク全部下がってたマイク全部下がってた、まあ、YouTube で説明してますのでお聞きください。マイク全部下がってた、はい、こっちで合ってる、はい、合ってますよ、はい、ごめんなさいね。はい、はい、まあそういうわけで、うん、ジョイのアイオライトを見ていただきました。はい、テレビアニメエウレカセブン AO の後期エンディングテーマ曲です。なんか喋って、はい、うん、はい、そうですね、はい、私は全然分かんなかったです。アニメ苦手アニメ苦手じゃない、アニメあんまり見れなかった人だから。あ、そうね、そう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 、はい、ではエンディングに入っていきます。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、マイクのカフを上げ忘れるというね、ちょっとボンミスをしたんで、はい、楽曲紹介のところちょっとおかしなことになってますけど、ちょっと抜けてるかもしれない、ね、しょうがない、こういうこともある。あると、はい、今日テーマ褒めてほしいことですけど、ぜひお叱りの言葉を。いや、褒める褒める褒める、大丈夫だ、気づいた夏美、気づいた嫁がいるから、プラスマイナスプラ、あ、プラスマイナスプラ、マイプラ、初めて聞いた、プラマイプラってことプラマイプラ、 ありがとうございます、うん、はい、もう焦りすぎてね、なんかメガネが片方曇ってるね。褒めて褒めて、あ、夏美さん本当にありがとうございます、うん、できた嫁だね本当にね。夏美さんお茶目ってきてる。ありがとう、なんだろう、お茶目、お茶目から。しんちゃんの真似ができる、褒めて。え、急に、うん、何、私しんちゃんの真似ができるんだよ、すごいでしょ、褒めてってこと。うん、そうそうそう、しんちゃんの真似できるやつたくさんいる、たくさんいる。おーっつってこればっかりやな。そうそうそう、いっぱいいる。ねえねえ、プレイグさん、にんじん食べれる、玉ねぎ食べれる。多いやつ、似てない。エコーかかって似てない。エコーかけないといけないから、うん、あ、じゃあこれケイトさんのミスで。、はい、大丈夫、褒めてあげたから。ありがとうございます。では自己肯定感を高めたいウィークとやりましたけれども、うん、まあ本当にね、冒頭でも話したようにね、うん、メンヘラというか精神的な、うん、病気抱えてる人ってやっぱり基本的にね、自分のなんていうのか、自己評価がやっぱりちょっと低くて、低め、うん、で実際僕もそうでしたし、うん、自分に自信が持てない、なんならもうそうね、自己肯定感が低すぎて生きてる価値ないやと思ってしまったりもあるんだけど、こうやってね、たまにね、うん、自己肯定感を高めるために、褒めて褒め合うとかさ、うん、こういうのってやっぱ大事だと思いますし、まあ今日はテーマとしてね、うん、誰かに褒めてほしいことと募集しましたけれども、はい、ツイキャスやってる時にね、うん、今日こういうことしたよとかさ、うん、褒めてほしいんですけどちょっといいですかとか、うん、コメントくれれば全然ぶっこんできていいから、いつだって褒めますし、うん、もう関係ないこと喋ってもいいしね、うん、どんどん
お互いに自己肯定感を高めて ね、精神的な安定を図りつつそう、うん、やっていけたらいいのかな、うん、褒めて伸ばして中村夏実っていうやつです。あ、そうですね、うんうん、褒めて伸ばして中村健太でもあると思いますし、怒られるのはね、もういい、伸びしろ広いぞ中村夏実怒られるのはもう飽きた、嫌だよね、うんうん、怒られるのはもう飽きたそうです。そうそう、飽きた、だからいい加減怒られないような生き方もしつつ、うんうん、できるだけね、みんなに、うん、周りの人たちに、うん、なんていうのかな、恩返ししていきたいな、恩返ししていく形でやっていければいいかなと思います。そうそうそう、うん、皆さんもね、うん、なんていうのかな、落ち込んでもまあ仮にメンヘラジオをたまたま聞いたらね、うん、さっきも話したようにいつでも声かけてくれる、声かけてください、はい、何かしらお力になれればと思いますので、はい、はい、それでは本日のメンヘラジオはここいらでお開き、はい、今日も元気に病気中中村夏実と中村健太でした。お薬飲んで寝ろー。